はい、オオカミキコ放浪記。今日はですね、日本に9つの、動物園があるんですが、そこでしか見れない森林オオカミ。いや、もう今目の前にいるんですよ。を見に来ました。ちょっと実物見るのは確かたまに動物園にもいるらしいんですけど、昔見たかはちょっと覚えてないんですけど、少なくともこのオオカミのことに興味を持ってから初めて。いや、すごいですね。本来日本狼がいればいいんですけど、見ることはできませんので、いわゆる大陸狼とか森林狼とか、世界にね、いろんなのがいるわけで、いやいやいや、一頭いますよ。結構でかいんだな。いやね、ちょっと生態というわけじゃないんですが、動きとか、もう一つとんでもなく大きいのがいました。今目が合いましたね。このうろうろしてる、吠えたりしてるのかな。遠吠えとか聞いたらすごいだろうな。ざっくり言いますと、この辺で書いてあって、富山県で、目撃された場所があるというところでですね、今回詳しく調査しないんですが、下見で、次回また来るときにはですね、その辺も、尋ねたいなと思いますね。で、富山にも日本狼がいたと。1699年、江戸時代、元禄の時代ですね、23人に記録が残ってるんでしょうね。子供を襲われたと。小さいものをやっぱ襲うんでしょうね。アメリカ、海外のですね、狼の分布ですね。北アメリカとか、北米と、ヨーロッパ地方、北の方に多いですよね。で、日本は絶滅という地域になっているんですが、ざっくり言うと、もうこれだけの範囲に狼が、分布していたと。全てこの地域にいるわけじゃないですけどね、都市、町もありますから、ちなみにイタリア、フランスの生息域、あとメキシコ、などヨーロッパですね、こっちの地域、結構いたんですね。メキシコにするイタリアからフランスにかけてですね、スペインからポルトガルです。いろいろいたわけですけどもね、減少もしくは絶滅ということのようですね。これだけね、上百瀬、今回行きましたよ。あそこにもいるんだ。戸賀村もなんかね、話聞いたことある、どっかで記事見たことあるんですけど、かなり山奥なんでね、人も住むのも大変なところなんで、だって八尾のところにもね、ありますね。山奥、もしくは山麓に近い方ですよね。じゃあ早速見てみましょうか。吠えたりしないのかな。狼広場というところで、隣が獲物の日本カモシカなんですが、なんか食べるぞっていう感じで、今2頭見えますが、シートン君、ノンノさん、オスとメスのようですね。随分毛の色が感じが違う。今歩き回ってる方が、オスのシートン君でしょうか。メスの方が大きいんですかね。生まれたのが少し早いんですね。群馬サファリパークにいたんですね、森林狼。これは旭山動物公園っていうのは北海道でした。北海道ですね。そこから来たんですね。寝てると、係員の方に聞いたんですけど、積極的にこうやって動き回ったり寝てたりと。大きいですね。息の荒い、まるでこう走ってるような感じですけど、歩いてるというよりね。いや、目が本当にこんな近いところで見る狼、